どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、この面クリアして次ですね。またワープか。お？これ絶対超えれないよね。あ、お願いできるの？この状態でも。マジか。あ、いや、多分こっからのギミックだね。さすがにね。うん、少し離れていてもお願いできるようになったと。あー、マジか。あ、これよ、これ。もう、これ持ってもらって、火をつけないとね。うそー。よし、待ってもらおう。急いだらああなる感じか。あ、ちなみに狼でいける。ごめんなさい。いやーね、まさか解いたらそのまま落ちるとは。よし、今度こそは大丈夫やね。いやー、あー、だからそれね。さ、持ってもらって、で、ここでつけると。結構深いね。霧が濃ゆいね、意外と。んで、このランタンを持っていく。あー、そういう感じか。置いてもらって、よし、これでいけたね。はあ、火がいる。こっちも火がいる。あ、戻れないね、しかも。当たりを探してくる感じかな。うん、左の右が火がある。で、右側が花瓶があるはずだね。そっか、分かれていく感じか。よし、王子頑張れ。
ていうことはピタッ、あー、こういうこともできるわけね。で進んでもらうと、ね、後をついていって、あー上に来るのか結果。まあまあ、オッケーオッケー。ってことはこれは左に行って、危ないよ、数多すぎるわ。よし、戻ってきた。で、左の右。危な。結構さ、勢いいいからね。で、これもさらに右に行くと。いや、これはなかなか大変だな、王子のは。で、こっちも火をつけようという感じか。これちょうど つかないね。ちょうど火が消えちゃったね。ほんと操作練習っていう感じもするな、ここは。あ、違う違う、それはそれは拾って、右に進んでもらおう。よし、オッケー。でそのまま戻ってきてもらって、行こう。進んだねー。待って待って、後ろの岩のはないだろう、いくらなんでも。そうか、今のはきついな。そしたら火持ってるからとりあえずって感じだね。強いやつはダメってことか。よし、行こう。あー、なんとかやね。よし、結構奥来た感じはするけどね。お、普通に花があった。普通すぎて。王子のために摘んできた花を手にしたまま、姫は立ち止まりました。そのまま手渡すはずの花をじっと見つめて、何やら考え事をしています。とうとう姫は決心したようにうなずき、王子のために摘んできた小さな花を潰してしまわないように、慎重にそっと返信を解きました。狼は本当の自分の姿で花を渡そうとしています。指先は震え、その大きな指が持つ小さな花も一緒に揺れます。結局王子の目の前まで伸ばされた手は王子へと届くことはありませんでした。
傷つけることしか知らない指先で持つ王子のように儚く脆い花が、まるで醜い自分は王子にはふさわしくないと言っているように感じられます。姫、どうかしたの？王子の声に狼ははっと我に返りました。そして小さくため息をつき、姫の姿に変わります。ううん、なんでもないわ。はい、どうぞ。姫は小さく微笑みながら王子に花を手渡しました。いつもと変わらず喜んでくれる王子の笑顔が、今日は狼をちょっぴり切ない気持ちにさせました。あー、やっぱ心境の変化がだいぶ出てきてるね。勇気を出してってやったけど最後までは出せなかったと。あー、切ないね。なんかほんと切ない物語だね、これに関してはね。はい、ということで今回はここまでにしたいなと思います。結構キリがいいんでね。まあでも謎解きは大変だね、前回に続いてだけどね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。